今回はこんなすごい方が来てくださいました。それでは早速登場してもらいましょう。タクの遺伝子を持つお二人、八代拓様、そして江口拓也様です。俺が八代拓様だ。そして俺が江口拓也様だ。すごい、いや、かっこよすぎる。あ、すごい、なんかもうオーラが、あ、すごい、オーブが皆さんも見えます。あ、すごい、なんかどの角度から見ても、あ、もう、あの、皆さん余さず見てくださいね。ということで、どうし、あ、タク様は、タク様とはいつもコーナーやってるんですけど、タクヤ様、はじめまして。あ、はじめまして。はい、あの、この番組のアシスタントやってる、あゆみと申します。かわいいね、君。え、どうしよう、かわいいって言われちゃった。え、うん、あ、よろしく、よろしくお願いします。今日はちょっと呼ばれちゃって。そうだったんですね。うん、あの、お二人の関係はどういった感じだったんですか？マブ。マブ。マブ、マブ？マブ。ま、マブ。うん、タク様は どう思われてるんですか？いや、頑張ってるよ。いいやつ。ちょっとデリケートなのかもしれないですね。あの、今回はですね、タクヤ様に来ていただいたということで、うんうん、お二人からのありがたいお言葉を頂戴したいと思いますので、うん、迷える子羊ちゃんたちからお便りの方を紹介していきたいと思います。うん、いいよ。大丈夫？はい、あ、じゃあ大丈夫です。こちら、エミ。あ、ちょっとごめんなさい、緊張してて。やっぱ俺たち二人に囲まれると緊張しちゃうのかな。あー、どうしよう、なんかドキドキしちゃいます。早速ですが、メールを読んでいきたいと思います。いいよ。あれ、暑いな。うん、暑いですね。ホッとホッとなってきました。ハムミさんからいただきました。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。タク様、エミちゃん、タクヤ様、こんにちは。ああ、こんにちは。私は昔から涙腺が弱く、アニメはもちろん途中から見た映画、その日初めて見た前後関係のわからないドラマ、途中からたまたま読んだ漫画、全く興味のないドキュメンタリーなど、何を見てもすぐに泣いてしまいます。それどころか、全く面識のない子供たちがお祭りなどで踊ってるのを見たり、水族館や動物園でショーを見ても泣いてしまいます。いい年して恥ずかしいので、なんとか涙をこらえたいのですが、どうやってこらえたらいいのか分かりません。タク様、タクヤ様、迷える子羊にアドバイスをお願いいたします。ということで、ハムミさんからのメールでした。でも、女の子は結構涙腺弱い子多いから、それで困っちゃう気持ちすごい分かりますよ。悔しい、うん、悔しい、悔しい、あゆみ聞きたいの、どういう感じなんですか？悔しい。その涙を。その涙を。飲めない自分が悔しい。飲めない自分。飲みたい。もったいないよね。ものすごい価値だよな。世の中いろんな水があるよ。どこどこのアルプスの水とかさ。何さんの水とかさ、でも一番価値がある滴る系の水ってお前の涙だろって言いたいわけさ。それを、その普段から言いたいわけさ。あの、歩み気になったのが、タク様は普段から どういう感じで生まれてるんですか？その一番価値がある水を。歩みちょっと気になっちゃって。どういう感じの飲まれ方なんですか？やっぱ下からこうこぼれ落ちてくる、こういうのをこうやって舐めるように。そんな、あ、違うんですか？もったいない。もったいない。どあゆみはダメだな。ごめんなさい、ちょっと、あの、流れるだろ、涙がツーってこうな流れてるのを中指でさ、こうすくって、そうだろ？かっこいい。なあ、拓也。一理ある。